ブランコが好きな少女がいた。おじいちゃんが孫のために作ったブランコ。洗濯するままに少女は叫んだ。ね、押してよ、もっともっと押して叩く。ママは押してくれた。でも仕事がある。少女は力込め自分で漕いだ。もっと高く、前よりも高く、少し怯えながら高く空見上げ、ママに最後のキスする日来るまで。ブランコが好きな弟はいつも膝すりむいてる。わんぱく坊主。洗濯する姉を弟は呼んだ。ね、押してよ、もっともっと押して叩く。少女は押したけどまだ仕事がある。弟は突然自分で漕いだ。なぜこんなに違うの？彼女は今もどこにも踏み出せない。生活はめちゃくちゃ、街も畑もない。あの頃思い出し、勇気出せない。